はい、こんにちは。自営業専門の税理士川みなみです。本日の動画も一緒に確定申告について学んでいきましょう。本日のテーマはこちらです。医療費控除について。本日の内容です。まず一つ目、医療費控除について。次に計算方法について。提出する書類は何？医療費丸×該当するかしないかの具体例。そして最後に必死で計算したのに還付金が500円ってどういうこと？について解説していきたいと思いますので、動画最後の方までよろしくお願いします。はい、それでは医療費控除について解説していきます。まず医療費控除についてですが、2種類あります。1つ目が医療費控除と呼ばれているもの、そして2つ目がセルフメディケーション税制というものです。これはどちらか有利な方1つしか選択できない、チョイスできません。ですので有利な方を選ぶことになります。今回の動画ではこの1番の医療費控除に絞って解説していきます。次の動画でセルフメディケーション税制について解説していきますので、ぜひそちらの動画も合わせてご覧になってください。まず医療費控除というのはどういうものかと言いますと、自分や家族の医療費1年分を合算することができます。これはどういうものかと言いますけど、まあ治療をしたとか医療費とか薬代が含まれることになります。まあね、お医者さんに行ったりね、皆さんね、薬をもらいに行くとね、こういう医療のね、領収書をもらうと思うんですけど、それを自分や家族の分の1年分を合算することができます。それを医療費控除として控除対象になるかどうかっていうのを判断します。次に計算方法です。ではどうやって医療費控除計算するんですかってなるんですけど、これは所得によって2つ種類が出てきます。1つ目は総所得金額が200万円以上の方です。もう一つの計算方法が総所得金額が200万円未満の方です。ここで計算方式が変わるので、皆さん自分のね、所得がいくらだったかっていうのは必ず確認しなければならないポイントの一つになります。さあ具体的にね、計算式を見ていきましょう。200万円以上の方だと、医療費から生命保険とかね、保険店舗した分を引いて、そこからさらに10万円を引きます。ですのでよく医療費がね、10万円超えないと医療費控除できないよっていうふうによく言われるのは、この計算式からです。かかった医療費から保険補填分を引いて10万円を引くので、かかったね、医療費が例えば20万円で、保険がかからなかって10万円を引いたら、10万円分医療費控除として計算できるっていうことになります。ところが所得によって違うので、計算方法が、ここがちょっとね、皆さんこんがるミソなんですけど、200万円の方は式が少し違うんです。かかった医療費から保険補填分を引いて、所得 ×5% をしたものを引くことになります。ですので例えば所得がね、100万円の方だと 5% なので5万円になりますよね。そうするとかかった医療費から保険引いた分が5万円になるので、要はこの方だと5万円を超えれば医療費控除が使えるっていうことになります。ですので所得が200万円以上の方と200万円未満の方と計算方法が違うので、一概に絶対に10万円を超えなきゃいけないってわけではないというのが、このパターン2のこっちの方があるので、話がややこしくなる原因です。大体の方、皆さんね、この、ね、医療費10万円を超えるか超えないかっていうのを判断のね、目安として使っていただければいいかなと思います。はい、では次行きましょう。注意事項ですね、先ほども出たんですけど、この保険でもらった分を差し引くっていうことを忘れずに注意してください。例えばどういうものかって言いますと、高額療養費、また入院の給付金、これはね、生命保険からね、保険が降りて入院分のね、保証しますよっていうものですね。入院給付金、あとは国からもらえる出産育児一時金、こういうものが保険で入った場合には、その分を合計のかかった医療費からその保険もらった分を引かなきゃいけないというポイントだけ押さえておいてください。こちらね、そのまま引くの忘れていますと、後々後々税務調査の際とかね、問い合わせがあった時にね、分かってね、修正申告ってなると面白くないですので、こちら保険でもらった分を引かないといけないということだけ頭に入れておいてください。そして控除額ですけど、上限は200万円になります。いくらね、医療費をかかったとしても上限は最高200万円までです。さあそれでは次行きましょう。次は提出する書類についてです。医療費控除の明細書を出します。これを確定申告の用紙に医療費控除の明細書をつけるというふうに思ってください。そしてこの医療費の明細書なんですけど、医療費の通知書っていうものを使うことができます。その場合は医療費控除の明細書と一緒に添付が必要になります。実際にお医者さんからもらった領収書レシートは添付はしなくていいです。普段のね、皆さんがもらうレシートや領収書は添付はしなくて大丈夫です。その代わり保存義務があります。必ず5年間このレシート領収書、医療費に関するレシート領収書、5年間保存をしておいてください。絶対に捨てないでください。では次ですね、医療費丸×具体例です。一体ね、
どういうものが医療費として該当するのしないのって皆さん判断迷うと思うんですよ。一つの基準としてお使いください。まずね、大事な一つ目のポイントは治療を目的とした手術かどうかです。これが判断ポイントの大きな判断基準の基準点になります。治療を目的とした医療費だったら医療費として受けれる、まあ、入れていいですよっていう風になります。治療を目的としないものは受けれないものっていう風に覚えておくと分けやすいかと思います。では順番に具体例を紹介していきます。まあ、病院やお医者さんにかかった場合は診療や治療費、歯の矯正ですね、これは治療のためだったら OK です。あと不妊治療も OK ですし、レーシック、あとは治療のマッサージの針回路も治療によるものでしたら OK です。逆に受けれないもの、まあ、該当しないものは健康診断はダメです。人間ドックもダメ、予防接種もダメです。要は健康維持や疲労回復の施術などもダメになります。要は治療目的ではないものに該当するからです。例えばね、入院の時の交通費ですけど、通院の交通費は大丈夫です。あとね、やむを得ないタクシー代です。どうしてもね、自分一人では病院に行けないような状態になった時のタクシー代は医療費控除の中に入れても OK です。あとは特別なね、介護タクシーを使ったっていう場合も大丈夫です。その他受けれないものとしては、まあ、ガソリン代とか駐車料金、まあ、一般的なね、あの時間がもったいないからタクシーで行こうみたいなものもダメです。あとは付き添いの交通費等も受けれない方に該当します。次、入院した場合のケースで言います。部屋代、食事代、診療代は OK です。その代わり受けれないものは特別室に入った差額代、特別室の差額代、そして特別食、まあね、病院のね、ご飯がまずいから出前を取ったとかね、口に合わないから出前を取ったっていう場合は医療費控除には該当しません。あと身の回りのものですね、入院に揃えたパジャマとかいうものは医療費ではないので、普段自分が使うものなので、そういう身の回り品のものは基本的に弾かれると思ってください。あとお礼ですね、身の回りの方に何かを助けてもらったお礼とか、看護師さんに心づけを渡したりするものも医療費控除からは外れます。次、妊娠や出産の時です。これは定期検診、通院の交通費、入退院のタクシー代、不妊治療にかかったものは医療費控除として OK です。比較的妊娠出産の場合は医療費として認められるものが多いです。受けれないものとしては里帰りの旅費、あとは親族の看護料等は医療費控除としては入れれないので要注意です。弾いてください。こんな感じで治療を目的としているかどうかによって判断基準を受けれるか受けれないものかで判断してください。少しね、こういう感じで具体例をね、挙げるとなんか皆さんね、あ、なるほどね、そういう風なもん風になってるんだとか、これはいいんだねとか、これはダメなんだねっていうのが分かるんじゃないかなということで具体例を紹介させていただきました。で、最後ね、まとめです。必死で計算したのに還付金が500円ってどういうこと？要は医療費のね、計算式先ほど紹介したと思うんですけど、例えば医療費がね、11万円合計したらなったとします。そうすると、まあ、保険の補填分はなかったと0円だったとして、控除額残り10万円計算式先ほど見たんですけど引くので、そうすると控除額は1万円になるわけですね。で、1万円じゃあ控除額が出たらどれくらい還付されるかって言いますと、所得税の税率によって変わるんですけど、その方の所得が、日本は稼げば稼ぐほど税金が上がっていくっていうスタイルでして、 5%、10%、15% っていう風に所得が上がれば上がるほど税率が上がっていくんですね。一番最初スタートする所得税の税率は 5% です。例えばじゃあ 5% の方がね、医療費控除頑張って1年分集計して1万円分控除が出ました、かける 5% すると500円の還付、まあ、500円分だけ戻ってくるっていうことの計算になります。で、ね、1万円でね、例えば所得税の税率が 40% だった方ですね、こうね、5、10、15で上がっていくんですけど、 40% の場合でも1万円出ただけだと4000円の還付になってしまいます。なので必死でね、もうすごい量のレシート領収書集めて、もう電卓入れて必死にやったのに、あ、なんか還付金500円かってなると、皆さんちょっとテンションやはり下がるじゃないですか。もちろんね、それでもすればいいんですけど、500円のためにいちいち確定申告するのかって言ってやめようかなっていう方もいるのも現実にあります。もう一つの、ね、セルフメディケーション税制について次の動画でまた紹介しますので、ぜひそちらの方も合わせて有利な方を選んでいただければと思います。はい、それではね、今日は医療費については以上です。私オンラインサロンの方を運営していまして、税理士川南の会議室ということで、オンライン上で税理士を味方につけることができます。月額制の完全会員制で、税金や経理、ビジネス情報、まあ、相談や質問も OK です。あとメンバーと私と定期的にズーム会議でコミュニケーションを取ったり話をしたりすることができますので、ぜひご検討ください。概要欄にね、あのオンラインサロンの URL 貼っておきますので、ぜひぜひご覧になってみてください。はい、それでは本日の動画もありがとうございます。チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。高評価ボタンやコメント、感想いただけると本当に励みになっておりますので、ぜひぜひコメントお待ちしております。それでは本日の動画も以上になります。最後まで見ていただきありがとうございました。それではまたの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。またねー。